ずるずる毎日ラーメンをすする男をすするです。今年オープンした話題のお店で最強中華そば来ました。中華そば深みどりさん、埼玉一の有名店、中華そば四つ葉の店主さんが自ら厨房に立ち、より深くラーメンを追求し、四つ葉の緑を深めたいという思いから深みどりと名付けたとのことで、期待は爆上がり。まずはスープからすすってみると、スープ本来の優しく力強い旨味がぐっと広がり、じわじわと美味しい上品な味わい。ブランド豚の豚骨やブランド鶏などの動物系、牡蠣、アサリといった魚介系に加え野菜の出汁も入っており、最高のバランスを感じます。麺は店主さんが平ざるで揚げる自家製の平打ちストレート麺で、しなやかな食感と滑らかなすすり心地で、スープとの絡みも抜群。こんなに美味しい麺をすすっていたら、ピンチの時でも技の威力が上がりそうです。チャーシューも言わずもがなハイクオリティで、肩ロースは肉本来のうまさを感じられ、弾力もありジューシー。バラ肉は脂身がしっかり乗っていながら、口の中で上品にとろける絶品。味付けもしっかりな鶏チャーシューも食らっていけば、流れるようにスープも飲み干し、大満足で完飲&完食です。まるで静かな水面に石を落とし、その波紋が広がっていくような美味しさでした。中華そば深みどりさん、ごそろい。